湘南マイティは日本の競争は、主な勝ち倉に2012年の産経大阪杯。2010年7月11日、阪神競馬場での2歳新馬戦でデビューし、1着。3ヶ月後の京都競馬場でのオープンと区別、ハギステークスも差し切って2連勝としたが、一番人気で迎えた年末のラジオ日系杯2歳ステークスはダノンバラードの8着に終わった。 3歳を迎え、初戦の若駒ステークスは3着としたものの、クラシック前哨戦の弥生賞は4着、青葉賞も5着に終わって、春のクラシック出走は叶わなかった。8月札幌競馬場の1600万下特別、ポプラステークスを勝って、秋のクラシック戦線に臨むも、神戸新聞杯、菊花賞ともに三冠達成のオルフェーブルの前に5着、8着に終わり、 12月のナルオ記念は、追い出しが遅かったもののレッド・デイビスの2着に差し込んだ。4歳となった2012年は3月のオープン特別大阪城ステークスが使い出しとなり、ミッキー・パンプキンの2着。続く 3K 大阪杯は、後方の競馬から直線で前を行くフェデラリスト、当選冗談らを差し切って、重賞発制覇を遂げた。管理する梅田智之にとっても、これが、 初の重症制覇となった。間を空けて、鳴尾記念2着、宝塚記念でも、オルフェーブルの3着に入ったが、この後長期休養に入る。五歳初戦の京都記念で、当選ラーの3着、三景大阪杯2着を経て、安田記念に駒を進め、レースでは後方から進めて、直線で追い込むも、勝ったロードカナロアに、首差届かない2着に終わった。 この後休みを挟みつつ参戦していずれも4着以下に終わるが2014年の安田記念では10番人気かつ渋ったババながらジャスタウェイグランプリボスに続く3着に入ったレース後は長期にわたって戦列を離れ2016年のアメリカジョッキークラブカップで復帰もレース途中に交渉面で左前つなぎ人体不全断裂を発症して競争を中止これが 最後のレースとなった。2月12日付で競争場登録を抹消されて、種ボ場に展示した後、2月21日に手術を行ったが、その後静養中に死亡した。以下の内容は、ジャビスサーチ及び netkeiba.com に基づく。ありがとうございます。